吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。ここは JR 線の長津田駅です。 JR 横浜線の長津田駅です。今現在ちょうどこの長津田駅と横浜市内にあります横浜市にあります長津田駅と私が住んでおります町田市の成瀬駅の間で電車がストップしたということです。強風のためにちょうどこの大きな陸橋部分がありますが、そこの分のところでストップしているんだろうと思います。そのために上下線が今現在ストップしておりまして、この下り線は長津田駅で待機中、そしてこの上り線はもう全く到着しませんので、ホームには大勢の人たちが溢れている状態です。ちょうどここは東急田園線都市線と乗り換え駅になりますので、この東急田園都市線に乗り換えまして中央林間に向かったり、あるいはこの渋谷方面に向かいまして、それぞれそちらまで向かう皆さん方で今人が移動していたところです。もうしばらくの間電車が動いていませんが、逆に風はこれ以上強くなる可能性もあります。私の傘です。先ほどこのおちょこになった状態、そしてこれから先ますます風が強まってくる可能性がありますが、私の感じではこのまだ強風というところまでは感じないと思います。時折突風が吹いてくる状態です。雨は今しばらく止んでおります。非常にもう風の気持ちが乱れた状態になっております。今ちょうど他方はこの東急電都線の上り電車、普通電車が走っているところです。非常に空いた状態で走っております。上り電車の人はほとんどありませんので、こちらから乗り換えという手があるわけでありますが、あまり人は私たちは乗っていきません。困ります。非常にホームにはそのまま上り線に乗ろうという人たちが大勢待っているところです。終わります。